モハメドシマカンは、フランスブーシュイコールデュローヌ県マルセイユ出身のサッカー選手、ブンデスリーガ RB ライプツヒ所属。ポジションは DF。ユース時代は、数々のチームを渡り歩き、2011年から3年間は、地元のオリンピックマルセイユのユースチームに在籍したこともあったものの、チームの方針と合わずに対談。2017年に RC ストラスブールと契約し、 プロキャリアが開始。B チームで2年間プレーした後、2018から19シーズン終盤にトップチームに昇格。リーグアンでのデビュー当初から逸材として注目を集める。2019から20シーズンよりトップチームに定着。先発にも定着し、評価も急上昇。2021年1月には、チェルシー FC をはじめ、AC ミランや、 リバプール FC に RB、ライプツィヒなどが島間の獲得を目指していると報じられ、中でもミランへの遺跡が間近とも報じられていた。しかし、同月9日の RC、ランス戦で膝を負傷し、全治2ヶ月と診断され、1月中のミランへの遺跡が消滅してしまい、遺跡話がますます混沌とする形になっていった。そんな中、2021年3月に、 r b ライプツヒが島間との契約に近づいていると報じられ、同月22日に5年契約を締結。2021から22シーズンにより加入することが発表された。ありがとうございます。